ンジャッシュの小島和也です。ゴールドラッシュね、渡部の、代わりにやらせていただくのは、今回で4回目なんですけどね。今までの3回はだいたいオープニングなんていうのジングルでですね、紹介アンジャッシュ大島ってやってくれて小島だよで始まるんですけど、さすがに今日はないですよね。そりゃそうですよね。そんな感じじゃないですもんね。小島だよ言ってる場合じゃないですよね、本当に。今回4回目になるんですけど、渡部の代打で僕はやらせていただくことになったんですけど、まあ、知らない方もいると思うんで簡単に触れさせていただきますと、うちの相方渡部がですね、まあ、不倫ですね、不倫をしまして、それがもうね、だろうな、もう笑えない不倫、笑える不倫もないんだろうけど、もう本当笑えない、立ちが悪い、ちょっと気分が悪い、相方から見てもちょっと、気持ち悪いですね、不倫をしまして世間をものすごく騒がせてしまっております。それでもうあいつは、自粛という形でもう、出てないので、今日は僕が代わりに、やらせて、いただくことになりましたけど、すいません、本当に、もうバカですね、もう、大バカで、もう調子に乗ってたんでしょうね。もう仕事もうまくいくし、プライベートも順風満帆だし、もう天狗だったんですよね。もう自分がそうですね、勘違いしてたんですよ。本当に人のなんか痛みとか、なんか思いやりとか優しさとか愛とか、もうそういうのがもうないんですよ。だからこういうことになるんですよ。僕も、その浮気した方々だけではなく、スタッフさんとかに対する態度、芸人仲間に対する態度、まあ、言わせてもらえば僕のに対する態度もやっぱ振り返ればね、ダメですよあいつは。お前なんでそんなひどい傷つくようなことを平気で言うんだと、思いやりが愛がないんですよ、優しさが。だからそういうことになるんですよ。僕もまあ、すごい昔ですけど、そういうことで10年以上前に切れてちょっと喧嘩になったこともありますけど、やっぱなんだろうな、まあ、あいつ頭いいですからね、理論武装されてなんかあんまり響かなかったなってこともあって、で、まあ、ぶっちゃけずっとジャッシュは、まあ、なんて言うんだろうな、別に仲良しコンビではないなく、まあ、めちゃくちゃ仲悪い時もあれば、まあ、ちょっと話したりする時もあったんですけど、やっぱりいっぱい振り返れば、なんでお前そんなこと言うんだ、なんだその俺に対する言い方はどういうつもりなんだ、愛何にも感じねえぞということありました。その時に僕がちゃんと相方として、お前ダメだぞそういうのとか、お前スタッフさんに対してもそうだしとか言っとけば、もしかしたらこういうことにならなかったのかなとかは思いますけど、僕も本当情けないんですけど、やっぱり渡部は渡部で仕事をねは頑張ってますよ。あいつはもうその辺はめちゃくちゃ頑張ってて、ほんで現に仕事いっぱい増えて、僕なんかより全然売れてるっていうのもあって、やっぱこう立場アンジャッシュの関係性的にもなかなかこうあいつを叱るっていうのがなんか立場的にもしづらくて、あんまりあいつに何かを言うっていうことはもう本当10年ぐらいなかったかもしれないですね。やっぱ立場的には僕の方が弱かったですよ。なんかあってもなんか俺が言って変な空気になって、もうなんか本番で自分に冷たくされてもなとか、そういう情けない思いもあったりした、こういう僕の弱い部分もあいつはまやかしたんだなって、思ったりもしてますね。でもダメですよ、あいつは本当に大バカ野郎です。すごく、もう多くの方に迷惑かけてまして、僕のところにもツイッターでね励まし応援のメッセージいただいたり、スタッフさん、仲間同業者の方から頑張れよとかいろんなメッセージいただいてるんですけど、まあね、もうそれを
見ると結構やっぱね、もう泣いちゃうんですよね。もうやっぱそこは僕も気づきましたけど、やっぱ本当多くの人に支えられて成り立ってるんで、僕らはやってこれてるんだなっていうのは、そこは僕も改めて、認識しましたけど、皆さん本当に心配してますよ。だから僕のところにそれだけたくさんの、そういうね LINE とか電話来てるってことは、もうあいつのところにもいっぱいいろんなお叱りとか来てるんでしょうけど、そうですね、本当に迷惑をかけておりますよ、スポンサーさんね、も CM も、アンジャッシュでもそうだし、渡部もいっぱいやらせてもらってるのに、もうどれだけもう迷惑かけてるんだと、撮影した方々もそうですよね。それでその企業の方々も何人になるんだよって話です。迷惑かけてるのが本当にすいません。それで、番組関係ですよね。レギュラー10本そんなやってんのかいって俺思いましたけど、全部、ダメですし、もう撮り直ししなきゃいけないのももちろんあるだろうし、この番組もそうですよ。ジェイブゴールドラッシュだってよ、それは渡部がやった方がいいんですよ。うまい、進行うまいんだし、喋りうまいんだから。ジェイブも迷惑かけてるんですよ、小島がやって拙いこんな喋りで。小島をジェイブ優しいから使ってくれてるんですよ。小島かわいそうだから今日はやらせてやろうよっていうことで、これも迷惑かけてるんですよ。そういうスタッフさんもそうだし、あと演者もそうですよね。収録してるものが放送できなくなったものもあるし、撮り直しでまた来てもらうこともあるのかな、そういうのもあるし、でその事務所にもそうですよね、とんでもない迷惑かかってるんですよ、本当に申し訳ありません。であとは、ファンの方々ですね、アンジャッシュのファンそんなにいるのかって言われたらちょっと自信はないんですけど、まあ、そこまで好きじゃなくても、あの昔エンタ見てみて笑いましたとか、ちょっとだけ好きとかいう方も入れたら、まあ、そこそこいるんじゃないかなとか思ってるんですけども、そういう方にも全部裏切って迷惑かけましたよ、本当に申し訳ありません。あとはそうですね、今回の報道でもう本当に、まあ、僕もそうなんですけども、気分を害した方がとんでもない数いると思うんですよね、そういった方々も全てのそうですね人、本当に、うちの、渡部がとんでもないご迷惑かけて申し訳ありませんでした。そうですね、これからのこととかまだそんな喋るような段階ではなかなかないんですけど、まああいつはそういうのをもう本当に改めて、あいつも1回2回電話して、まあ当然僕にもね謝ってきて心を入れ替えるっていうやり取りはありましたけど、うん、そうですね、その、なんかね、僕も怒ってたり、そいつあいつのもあんなね、そんな俺に謝ってくることなんかないんで、そういうの聞いてるとなんか切なくなる部分と、ああちゃんとここは怒んなきゃなってことで、お前これだけ迷惑かけてるぞってことはちゃんと怒ったつもりだったりとか、まあ、いろんな感情があるんですけど、まあ、人間そんな簡単に変われるとは正直思ってないんで、もう何年かかるか分かんないんですけど、もう本当にお前が言った通り心入れ替えて人の気持ちが分かる、優しさ愛がある人間に生まれ変わらなきゃダメですよ。でもう復帰動向とかはねまだ全然早いですけど、もしねそういう許してもらえて、そういう場が与えられるようになった時は、それはもうガラッと人間変わってなきゃダメですし、仮に復帰できなくて他の仕事するとしても人間的に変わってないと、人と人の付き合いとかもですからね、仕事は絶対人とやるものですから、そこは変わってないとどの世界でもダメですよ。あの変に口先がうまくて頭回るけど、そんな小手先に走らず、あの心であの人と通じ合える人間になってほしいですよ。そうですね、はい、あの僕個人的にもですね、そうですね、もう許してもらえるならもう今まで通りもう一人で、仕事は一人で頑張っていこうって、もうそれしかないですね。目の前の仕事を一生懸命やらせていただいて、で、こういういろいろあって、渡部のなんていうか生命の穴埋めっていうのがフォローというか、そういう仕事も多分あるでしょうから、それも一生懸命やらせていただいて、予定通り、入ってる仕事そうですね一生懸命やらせていただいて、これからも使ってもらえるならやりたいし、もうこれでもしかしたらなくなっちゃうかもいろいろ知れませんけど。